どうも皆さんこんにちは、エムアシです。今回はランスのマルチの立ち回り方について紹介していきたいと思います。で、一つだけ注意点がありまして、今から自分が言うこと、まあランスの立ち回りはこうした方がいいよとかいろいろ提示はさせていただくんですけれども、あくまで提示でしかありません。結局は人と人の対話というか、マルチなので、どうしてもね、自分と同じ考え方の人しかいないっていうことはまずないんですよ。自分と同じ人もいれば考え方が、真逆のね方もいらっしゃるので、今から自分が言うことに関しては可能性の一つ、提案の一つでしかない。つまりマルチというのは、こういうことをしろとか、こういうことをした方がいいとか強要するものではないんですね。それぞれがやっぱマルチの楽しみ方が違うわけですから。でもその中でどうした方がより一層みんなが楽しめるかについて、考えてというか提案していきたいと思いますので、見終わった後にね、エムラッシュがこう言ってたからこれがマルチの、ランスの立ち回りなんだっていう風に決めつけないでほしいかなと思います。あくまでも、提案の一つであって、その中でね、一つでもああいいな、こういった立ち回りで、ランスするの楽しそうだなって思ったら、それを参考に、自分の中にね取り入れていただけたらなと思います。で、マルチをする上なんですけれども、結局一番自分が大事にしているのは自分だけが気持ちよくならないことっていうのを一番大事にしてます。今までもそうだし、これからもこれは一番自分が大事にしていきたいと思っているところですね。何かっていうと、例えば、1対1で誰かとコミュニケーション、マルチとかじゃなくて実際にコミュニケーションを取ってる時に、例えば自分がモンハンのねランスの話をめっちゃ熱く語って、でも相手はモンハンも知らないしランスも知らないっていう相手に、自分がもうずっとランスの向き、ランスジャスが気持ちいいとか、もうそういうことをね言ってたとしても伝わらないわけですよ。で、結局自分だけが気持ちよくなっちゃって、相手はもう疲れちゃう、気づかれちゃうっていう状態では、それは楽しいとは言えないんですよね。自分だけ気持ちよくなっても機械にでも話してればいいっていうふうに思っちゃうので、人に対してやるべき行為ではないんですよ。そういった部分もマルチも一緒で、マルチはコミュニケーション、友達間同士で例えばね通話してやってるんだったら別ですけど、本来のノラマルチっていうのは、チャットも満足には送れないし、設定してるんだったらあれですけど、普段の人設定してないし自分も知ってないし、でかつ、コミュニケーションは味方の動きで取るっていう感じなんですよね。自分の考えだとこの人はこういった立ち回りをするってことは、あ、こういうことを伝えたいんだろうなっていうのも一つのね、モンハンのノラマルチの、コミュニケーションの一つだと思うので、何が言いたいかっていうと、自分だけ気持ちよくならずに、周り全体、参加してくれてるみんな、プレイヤー全員がそれぞれ楽しいと思える空間にするためにはどういったことをすればいいのか、どういった立ち回りをすればいいのか、それを、スタンプやら、行動やらで示していくしかない。これが、一番自分が、マルチで大事にしていることですね。ちょっとね、冒頭が長くなってしまったんですけれども、これから、まずランスが味方のキャラクターをね、他のプレイヤーを尻もちつかせてしまう攻撃はいくつあるのか、どの攻撃なのかを紹介したと同時に、最後、ノラマルチでね行ってきたので、そこでの立ち回り、こういうことを気をつけてるよってのを見ていただけたらなと思います。まずランスが味方を尻もちつかせてしまう攻撃なんですけれども、突進系で2つで、鉄柱式系で2つ、合計4つあります。まずは通常の突進のこの加速をしている時で、加速をした最後のドスという突きですね。この1段目でこの171というダメージが出た最後のドスっていうところだけ味方を、尻もちつかせてしまいます。次はシールドチャージ、シールドチャージのこの飛び込み突きだけ、尻餅をつかせてしまうので、縦攻撃の方、こっちの方はね全然大丈夫なんですけれども、飛び込み突きの方だけ味方をこかしてしまう点、ご注意ください。では鉄柱主義アンカーレイジも味方をこかしてしまいます。覚えておきましょう。最後ルテン突きですね。ルテン突きに関してはこの2段目のみ、味方をこかしてしまうといった形です。最後の派生で飛び込み突きとか振り向き攻撃とかありますけれども、
あくまでこのルテンの行って帰ってくる、この帰ってくる2つ目の部分だけ見方をこかしてしまうので覚えておきましょう。今回は自分が、他のホストの方のところに参加するという形で野良マルチやってきました。で、最初にもうホストの方がね、スタンプというか今回よろしくお願いしますと言ってくれてたんですね。送ってくれていたので、自分がまあ野良マルチ入った時は必ず何かしらのスタンプを送るようにしてるんですけれども、自分以外の方も送ってくれて、全員がホストに向かってね、よろしくお願いしますとか、よろしくとか送る、めちゃめちゃ優しい世界だったと。ここまではね、まあ自分もあんまり、まあマルチの経験は深いというか多いわけではないですけど、珍しいですね。本当に珍しい。ああ、いい空間だなってね、心から思いました。大抵ね、別に悪いとかではないんですけど、一人二人ぐらいは送らない方もね、いらっしゃると思うので、っていうか、自分もやっぱ設定してないと、なかなかね、まあ、すぐ戦闘して参加しちゃって送れないみたいなこともねあると思うのでね。で、まずランスの、まあ、必須スキルというか、まあ、必須というかあるといいよっていうスキルなんですけれども、1スローのところにつけるスキルですね。ひるみ軽減は自分基本1でいいと思うんですよ。基本1にして、で、まあ、砥石を高速化とかね入れたいんですけれども、それよりも陽動を必ずつける。でひるみ軽減1と陽動だけはもう最優先で自分はつけてます。あれ、陽動つけるだけでね、本当に自分が狙われる率ってのが上がるので、まあ、ランスできるんですよ。マルチでもね、結構ランスできないよと、ランスできないよっていう方もねいらっしゃると思うんですけど、陽動つけてみてください。全然違うから。あとは自分がどれだけ攻撃回数をね当てられるか。もともと当てないと陽動の効果がね発動しないので、必ずというかできるだけ攻撃を当てる、まあ、弱点に当てるっていうのも大事だと思うんですけど、それよりも攻撃を当てて自分にターゲットが向くように意識すると全然違うと思います。でひるみ軽減3に関しては、まあった方がやっぱいいっちゃいいです。やっぱ尻餅はついちゃいますね。別にそこはいいんですよ。あんまり自分気にしてない。尻餅つくとか、あとは今だとね、例えば、ガンナーの弾でめちゃめちゃ、まあ、味方の攻撃でもそうなんですけど、めちゃめちゃガードが削られるっていうことがね あると思うんですけれども、言うてそこまでね気にならないんですよね。そもそもあんまりガードをしてずっと待機してるっていう、まあ、立ち回りかどうかっていうのが全て決まるんですよ。ある程度ランスに慣れてきたら常になんかガードして歩くみたいな、なんだろう、動作は取らなくなってくるので、そこは純粋に立ち回りだと思います。もうここに関してはしょうがないよ。だってもしアップデート今後ね修正されるとしても、言うてそんなすぐには変わらないと思いますから。だから今はできるだけ、まあ、戦闘中で、まあ、ガードをしない、常にだからモンスターから攻撃来る瞬間とか全然ガードしてていいと思いますけど、それ以外は極力ガードしない立ち回り、だからもう攻撃来たらもう毎回主戦を発動させるんだっていう勢いで、まあ、カウンターとか、まあ、ガードとかしていけばそこの問題は解消されると思います。あと今回ね、体験さんがいらっしゃるんですけれども、まあ例えばダウン時とか、にこかされてしまったりとかねあります。でも、まあ、よく周りのハンターの動きさえ見ていれば全然なんとかなるっちゃなるんですよね。まあ、自分結構こかされましたけれども、別にいいんですよ。だってそれ、味方の攻撃だってアンカーレイジとかにつなげられますから。今回はちなみにアンカーレイジと、ジャスガの構成、ジャスガじゃない、ガードの構成使ってます。まあ、ジャスガはね、やっぱ難しいと思いますね。普通にやっぱ難しい。まあ、慣れてくればいいんですけど、自分は例えば今だったらクシャだったら、モンスターの行動パターンをほぼ9割、いや多分全部覚えてる、全部把握してるからこそ立ち回れますが、みんながみんなそういうわけじゃないし、いやほぼ9割のハンターは立ち回りっていうかモンスターの行動パターンで、ね、覚えてないと思うので、だからそういった部分でもジャスガは、まあ、使わない方がいいんじゃないかなと思います。それを、ね、今回は、想定してジャスガじゃなくて普通のガードで来ました。で、こんな感じでね、陽動つけてると、連続で結構狙われたりするので、マジでおすすめです。マジでランスできるので、ぜひ、つけてみてください。で、ダウン時ですね。あ、ダウン時に関しては、ため投げ払いとか基本自分は使いません。シルチャしてます。シルチャで縦攻撃を入れることによって、
ダウンして、まあ、みんなに殴りやすい環境を整える。例えば今回は古竜戦だからあれですけれども、あの罠とか持ってってないですけど、他の普通のモンスター狩るんだったら必ず罠を持っていくと。でこんな感じで他のプレイヤーにターゲットがいてなかなか近づけないっていう時あるじゃないですか。でそういった離れた時は自分一回様子見るんですよ。すぐ近づこうとしちゃダメだと思います。すぐ近づこうとすると予想外の攻撃に、まあ、自分がなんかもらっちゃったりするので、そういったことをなくすためにも、まあ、普通に戦う、あ普通に戦うじゃないや、一回様子見て攻撃が終わって、あ今だったら近づいていいなっていう時にシルチャーとか使う。でもしシルチャーをした時に周りのキャラクターが、尻餅じゃなくてちょっとビクってのけぞっちゃった場合は、ひるみ経験つけてない方がいらっしゃるんだなっていうことで判断して、あちょっとまあ、抑え気味、シルチャーもちょっとあんまり抑え気味で普通に武器しまって近づいた方がいいなとか、あとはちょっと画面外からダウンした時にモンスターの、ね、頭をね、やっぱリーチが長いですからフランスもね、ちょっと離れた位置でチクチク中段突きするとかも全然あれだと思いますってな感じで、まあ、自分がまあ意識してるのは、まあ、他のプレイヤーがいかに戦いやすいかっていう部分だから、高速、スタンでね高速させたりとか、マナで高速したりとか、あとはもう、ひるみ軽減とか位置とか、あと陽動をつけることによってランスらしい戦いを心がけているっていった感じになります。あとはスタンプですね、必ず送りましょう。始まるときと終わったとき、スタンプでも、チャットでも何でもいいので送ってあげると、チームの団結力が高まると思うので、ぜひ試してみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。